じゃあ日曜12時に新宿のラブフォアって言ってオラオラ珍しいチャレンジやってみる。変なチャレンジ。何のチャレンジですか？今日はね、Tinder をダウンロードして、はい、お互いのプロフィールを作ります。なるほど。私はユージのプロフィールを作って、私がユージのふりをする。ああ、なるほどね。で、私がジョセリンアカウントを作って、ジョセリンのふりをするって。Yes. で、誰かなんか手に入れたら勝つ。成功。まあ、じゃあやっていきましょうか。あんたのいい写真ないっす、私。なんかねえの？じゃあ今撮る。あ、じゃあスノーとかで撮る。うん。じゃあ B61 で。やべ、なにこれ。うわ、なんかやべえな。なんかナチュラルとかねえのこれ。なんかキモいや。なんかオカマみたいになってんな、これ。撮った。どうやって撮ればいい？どんな感じがいい？ふざけてる感じがいい？へぇー。のー、かっこいい感じがいい。女手に入れると。何それ。そんな誰が。じゃあこちらでいきましょうか。私でも付き合ってあげねえぞ。のこれでいくの。私はこれがかっこいいと思うんだ。ちなみに何、ベネズエラでTinderやってる人いるの？さあさあ、でもよく海外は Tinder やってる人多いって聞くね。何これ、もう何、ブスすぎるじゃん、あんた。わあ、ニックネームジョセリン。なんて名前にする？ジョセフィーヌ。ジョセフィーヌって名前の人いる？いるでしょ。ジョセフィーヌ。じゃあ私はどうする？サスケって名前にして。サスケみたいにかっこよくないけどね。はあ、なんだこの写真は。何ですかこれ。で、名前は？名前？普通の名前、山本とかわかんない。山本サスケでいいよ。山本拓也でいいや。普通の名前だね。何歳ぐらいがいいんですか、あんた。もう何歳でも。私、18歳から100歳まで。じゃあ、私は。あんたも。じゃあ、18歳から100歳以上までにします。OK。で、じゃあ、これどうやってやっていくんだろう。さあ、私もわかんない。なんか、これハート、スター、あとこれなんだろう。マッチしたい人はハートつけんじゃない？じゃあ、私いっぱい人にハートつける。オッケー。ハート、ポテト、ハート、なんだかハート。8。お。ハート、うなにこれ？めっちゃ乳首見せてる人いるんだけど、男で。なんか筋肉見せてる人いる。よし、ハートつけとこう。え、どうやってハートつけるの？あ、これか、やべ。あ、見て、ポテト likes you。 ポテト、あんたのこと好きだよ、ポテト。ポテト？誰や、ポテト。 Say something nice。 あ、こうやって、え、マッチした。早くね。私、先にマッチしたよ。マサヤ、マサヤとマッチしたよ。どうすんの？マッチする。さあ、でもなんか、あ、マッチした人と話せる、すげえ。あー、すごい。こんにちは。なんだかハート、みんなハート、ハート、ハート、好き、好き、好き。ヤッホー、ハート。ヤッホー。ヤッホー、ハートってなんだよ。ヤッホー、ハートって送りました、マサヤに。あの、筋肉の人がいいかも。何言ってダメよ。じゃあ、とりあえずでもいろんな、ちょっとハートしていこう。イエス、私もしてるけど、うん、もうインターネットクソして。マッチした、また早っ。私一回しかできてないの。あんたブスすぎて。ふざけるな。ケンジ、犬だよ、犬。犬とマッチするかも。あ、犬マッチしなかった。シューター。ショーター。シューター、ショーター。シューター、ショーター。佐々木、マッチした。すごっ。うわ、マッチした。4回も。あんたは一人しかマッチしてないっす。嘘だろ。どんどんハートをしてくれよ。そうしてるよ。本当に？もう20人ぐらいにハートしてる。私そんなブスだったのかよ。マッチ。マッチ。コウタ。はじめまして。コロナで暇なので久々に復活しました。コロナで、うわー、すげえマッチした。アキヒロ。ねえ、私マッチできてないんだけど。うわ、金、まただ。の。え、はじめまして、女性向けふーん男優します。やべえじゃねえかよ。やべえやつ、ちょっとライク、あー、マッチしたよ。やべえやつとマッチしたよ。
なんかすごいマッチするんだけど。うマッチした。え、これどういうこと、なんでこんなマッチするの。あんたもっとやってよ。私もこうずっと押してるよ。やってこうね。ファッション YouTube ねえ、私マッチしすぎた。ちょっと待って、私一回ここでストップするよ、もう。オッケー、あ、じゃあ一人一人に帰って。あ、はじめましてって。あ、帰ってきた、なんか。何はじめまして、こんな世の中ですが、興味ありましたらぜひお会いしましょう。早っ早いよ、会うの。はじめまして、ぜひぜひ、ぜひぜひ、まずは、お食事からでも、からでも、ハート。6時、私のからだ。池袋に住んでます、日本語はわかりますかって来た。外国人だと思ってね。日本語わかりますよ。あなたとキスしたい。ねえ、私一人も来ねえぞ。あなたとキス。ありがとうございます。普通に帰ってきた。コータ、こんにちは。こんにちは、コータ。ありがとうございます。ぜひしましょう。どこに住んでるんですかって来たんだけど。キスの人。そう。私は今渋谷に住んでます。ね、いいね押しすぎてなんかTinder プラス払ってって言われて。嘘でしょ？え、今マッチした人何人いる？一人にしかマッチしてなくて。うん。メッセージ答えてくんない。嘘でしょうが。ポテト。ね、もう少しマシな写真、私のいい写真なんてねえだろう。あ、これなら、これはどう、これ。あ、じゃあそれを送ってきて。これまだマシじゃないかな。いいですね。今日会いませんかって来た。今日は言えな。仕事が遅くまでありそうだから、明後日にしませんか。あんたこの顔ブスすぎる。今度の土曜昼間か日曜昼間空いてますよ。早くね、誘うの。え、私もちょうど空いてるんだけど。ちょべりぐん、ね、見てもできなくなったの。いいね、惜しすぎて。嘘でしょ。明後日だと予定があります。明日はどうですか。明日、私、埼玉に出張あるんだけど、迎えに来れる？迎え。わけねえだろ！あんた一番楽しんでるじゃん。ホテルで泊まるんだけど、一緒に泊まる？いやー、すごい。女の子だとすごいね。多分、かっこいい男だったらもう来ると思うんだけど。これが現実か。私もちょうど空いてんだけど、チョベリグーどっちってきた。どっち？空いてるけど、どこで会う？ちょうど私、北海道は明日、出張なんだけど、一緒について来てくれない？仕事ついでに旅行したい気分、私をめちゃくちゃにして。なんか、こうたくんからメッセージ来たよ、ほら。めっちゃセクシーですねって来た。あなたのお尻もセクシーね。セクシーだね。お尻もっと見せて。付き合ってくださいって言ってくれる。はじめましてなんだけど、こんな、私と付き合ってください。それは無理。俺も仕事だもんって言って、北海道。じゃあ、日曜12時に新宿のラブフォアって言ってはい。やべえ。見せて。この人。すぐラブホ。女性向け夫婦ライブしてますっていう人だ。女性向けの本の撮影？これってさ、この人を誘ってあれじゃない？隠して撮影するんじゃない？でポルノハブとかにアップする。やばいサイトに。やべえ。そんな気がする。なんか消えたぞ。この人消えた。消えた。メッセージから消えた。あれ？怖くなって消えた。泊まりはちょっと。来週はどうですか？泊まりたいのですが、土曜日仕事でってきた。じゃあ、私の実家に挨拶来てほしいんだけど。
これやばいよやべねえ、私止まったの。どうやってそれまた送れるようになるの？11時間後。マジかよ。だからみんなちょっとなんかめっちゃかっこよさそうな写真選んでんの。誰もふざけた写真使ってねえじゃん。あ、さっきの人が返信来た。いきなりすぎてワロスだって。ワロス？ワロタってこと。そうそう、ワロタってこと。え、ダメ？付き合ってよろしくね。あ、新しい人だ、翔太か。翔太、これどんぐらいマッチできんの？さあ、わ、私別の携帯使おうかな。あ私一人の女とも話せなかったよ。ねえ、どういうことこれは。やっぱ世の中顔なんだよ。人から。おう、ノー、誰から、こっちも誰からも帰ってこなくなっちゃったよ。でもあんたの勝ちだよ、これ。私の勝ち？イエス。いえ、勝ちって言ってもあんた、あんたの勝ち？私の勝ちか。そうだね。ということでね、皆さんね、Tinder をやるときは絶対かっこいい写真を撮ってもらってくださいね。あ、さっきみたいな男には気をつけてください。やっぱりみんなね、Tinder やってる人はやっぱね、エッチなことしか考えてませんね、これは。私の実家に挨拶来てほしいってすごい嬉しいと思うんだけどな。あんた次さ、もっといい写真撮れば。二度はやりません。じゃあ皆さんね、Tinder 使うときは気をつけてください。あといい写真使って、いい写真使ってくださいということで、バイバーイ。